私はひなちゃん、星名ひなか。歌って踊れるアイドルユニットジェムズカンパニーに所属していたはずだった。目覚めるとひなかは見知らぬ空間にいた。ようこそ最大の罪の前。突然目の前に映像が流れる。そこに描かれているのはビルの屋上から飛び降りる女子高生、銃弾を腹に浴びる女の子、通過列車に飛び込む OL。 あなたもイケメンに選ばれました。これからひどい目に遭ってもらいます。このテーマが好きですが。当然のようにひなかは気絶した。ここは夢？ひなちゃん、宮崎のロケに行くはずだったのに。やっと起きましたね。これが人間最大の罰です。大人の事情であなた様には映像と同じ目にあっていただきます。それでは VTR をどうぞ。その映像には首を絞められて窒息死した女教師の姿が映っていた。ひなかは再び意識を手放した。
あんな綺麗な女性があんなことに。この世界の作者は誰だよ。絶対会ったら説教だよ。私は戦い続ける。うっ、あっ、お、目覚めました。日向の校内に売れた果実の味が広がる。宮崎県産マンゴーを飲み込んだ寝起きの日向の前に、またしてもグロテスクな映像が飛び込んでくる。次の罰はこれにしましょう。映像の中では真面目そうな看護師の女性が次々と患者を殺している。その映像を眺めながら、ツインテールの星な日向は凛とした眼差しで言い放った。さすがに慣れてきた。傀儡の言葉を制するように少女はつぶやく。もう飽きた。
然とする人形をよそに少女は言葉を紡ぎ続ける。怖いシーンもずっと続いたら怖くなくなる。マンゴーも二切れ食べると飽きるでしょ。それと一緒。いや、そんなことないのでは。オズオズと反論しようとした人形はマイク型の鈍器で頭を弾かれた。私は戦い続ける。人形たちは正座させられていた。しびれもしない球体人形の足を組み替えようとすると、ツインテールの少女に頭を殴られる。同じスクエニってだけでお互いに興味もないのにコラボしちゃったけど、やる以上はお客様に楽しんでいただかなくちゃ。シノアリスは暗すぎるからもう逆に宮崎の大地を照らす太陽みたいに明るい感じで行くよ。意味のわからない激励に反論しようとした人形たちは再び鈍器で殴られた。
この勝利は彼の。本当の恐怖を知るためには真逆の喜びが必要。ポジティブにならなくちゃ。目の光を失った少女は暗い部屋の中、ジェムカンの動画を流し始める。出そうとするも少女に捕らえられ逃れることができない。逃げようとした罰としてこの動画をあと2,196,280回見ようね。優しい声の裏で人形たちを見つめる日向は完全におかしくなっていた。2体の人形は暗闇の中、死んだ目で、今日もまた踊る偶像をただ見つめ続ける。